どうもしゅんです。こんにちは。僕は久しぶりに金沢大学に来てます。今日はですね、金沢大学の留学生の一日に密着しようと思います。留学生の密着を通じて大学の魅力とかも伝えれたらなっていうふうに思っております。それで行ってきます。彼女の名前はハン。今年の10月から金沢大学に留学してきたベトナム人です。化粧に何分ぐらいかけてるんですか？10分ぐらいですね。10分ぐらいです。国際交流館という留学生専用の寮に住んでいます。そんな彼女の朝のルーティンから見ていきます。彼女はどんな朝ごはんを食べるのだろうか。それは何ですか？それはベトナムのフォー。知ってますか？ああ、知ってます。ベトナムから持ってきました。朝ごはんは故郷ベトナムから持ってきたインスタントのフォーとのこと。日本もベトナムも朝は軽いものを好むようです。いただきます。コロナの影響で留学生が減少し、普段は賑やかなこの国際交流館も今日ばかりは静かです。朝食を終えたハンさん、午前中はオンラインでの授業があるため PC にて授業を受けます。では、第4課の内容について確認していきます。コロナの影響で金沢大学でもオンライン化が進みました。仕方のないこととはいえ、毎日大学のキャンパスに行って友達との交流や授業を楽しみたいものです。1は以上です。今日は2限目の授業が対面で行われるため学校に行く支度をします。大学に友達はいますか？ああ、います。留学生の友達と日本人の友達も結構できました。おお、よかった。金沢大学にはいい人が本当にいますね。おお、とても多くて、いつでも手伝ってくれます。授業お疲れ様です。はい、お疲れ様です。ありがとうございます。金沢大学ってめちゃくちゃ広くて、文系と理系の塔めちゃくちゃ離れてるんですよね。どれくらい広いのかっていうのを視聴者の皆さんにも分かってほしくて、今から文系の塔に移動しようと思います、うん、実際何分かかるのか調べてみましょう。はい、スタート。 OK、 行きましょう。かの有名なアカンサスインターフェースです。理系と文系をつなぐ夢の橋。さあどうぞ。 OK。 はい、ということでハンさん到着しました。さあ何分でしょうか？17分20秒です。結構離れていますよね。理系の人は1年生の時とかはここまで来なきゃいけないんだけど、金沢大学の休み時間が15分なので、まあちょっと早歩きしたらギリ間に合うかなっていう感じですね。僕が通ってる経済学部の塔なんですが、今工事中ですね。講義室はすごく充実してて勉強しやすいんですよね、ここは。であっちが地域創造学類って言って、割と新しめの学部の塔です。文系の方はここに通って勉強するっていう形ですね。また理系とはまた雰囲気が変わって、年賀帳でいい雰囲気で勉強ができます、うん、
ハンさんはとある有名人が作った運動場を見に行くことに。ハンさん、本田圭佑って知ってますか？知らないんですよ。石川の高校、星稜高校出身のサッカー選手の方がいるんですけど、金沢大学にですね、なんとサッカー場、人工芝をプレゼントしていただいたんですよ。こんな感じで、めちゃくちゃいい環境でサッカーができるという素晴らしい大学です。ここが図書館です。そう、文系の図書館なんだけど、これは一般の人でも入れます。そうそうそう、こちら本和カフェという図書館の横にあるカフェなんですが、テスト前はいつも人であふれ返っています。こちらは最近できたタンという学内にあるお店です。そば食べるの初めてですか？そうですね。じゃあ正直な感想を教えてください。どんな味？ちょっとあっさりの味があるんですけど、結構好きです。ここの学食は金沢大学の中でも結構豪華な学食。ちなみにこんな感じで海鮮丼も食べられます。学生だとちょっと安くなります。文系か理系どっちなの？文系ですね。文系なのか。阿部くん、ハンさんさ、はい、日本語めっちゃうまいよね。めちゃくちゃうまいです、ね。いやいや。本当に。今年から来られたんですか？うん、そうですね。まあ一週間前、はい、カナダ湾に来ました。今一人暮らし。あ、そう。どこに住んでるの？あの旭町の。ああ、はい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 。旭町ってあの森のイオンあるじゃないですか。イオンのまっすぐ行ったところ。川を渡って。アコギに住んでたんだけど、森の里に。結構広かったよな。広いよね、結構。でも他の部屋は2万5000円だけど、俺の部屋だけ VIP ルームで2万8000円。VIP 感な。何畳ぐらいだ。あ、でも6畳、6畳、6畳、7畳。部屋2つあったよな。すごい。今の家より広いもんな。今の家より広い。今7畳ぐらいだっけ。で、13万。あ、違う、10万か。マジ金沢に住もう。マジで。いや本当そうだね。金沢だと豪遊できるよね。なんか損した気分。損した気分じゃない。今日は何を作るんですか？いや今日は揚げ春巻きと煮込む野菜作ろうと思います。よく作るの？うん、よく作る。揚げ春巻き大好きです。めちゃくちゃ手際いいもんね。うん、めっちゃ美味しそうだね。本日の夕食は故郷ベトナムの家庭料理である揚げ春巻き。普段から家庭で作っているらしく、かなり手慣れた様子で調理を進めていきます。これがベトナムの春巻きですか？そう、揚げ春巻きです。家族でよく食べてます。いただきます。はい。うん、熱います。どうですか？めちゃくちゃ美味しい。熱いめっちゃ美味しい、うん、どんな味ですか？オムレツ。違うでしょ。日本に来て間もないハンさんに金沢の観光スポットも体験してもらうことにしました。こちらが僕が一番金沢で好きなスポットです。六千丸庭園っていうところで、これ夜とかはライトアップされてもっと綺麗なんですけど、玉泉院丸庭園だね。玉泉院丸庭園、玉泉院丸庭園、ヤンサース。ということで、私の地元の東茶屋街を紹介します。いただきます。福島は綺麗です。全力の、うん、どうも、めっちゃうまい。
日本に来てから、うん、これが一番うまい。ハンさん、人生で初めてのあんみつを食べます。食べ方はですね、まずこの蜜をかけて食べるんですけど、蜜かけすぎたら甘すぎるので、僕はほんのちょっとだけかけてみますね、まず。あ、でもあんこが甘いから、ちょうどいいかもしれないですね。どうですか、フルーツ美味しい。フルーツやん。フルーツやん。こんな感じで金沢大学の留学生は一日を過ごしてます。金沢大学いいなと思った方は高評価と感想をコメント欄で教えてください。ということでありがとうございました。カンさん、ありがとう。一日、はい、ありがとうございました。本当に楽しかったです。あ、よかった。はい。